新田進と言います。彫金師という仕事をしています。ジュエリーアクセサリーなどを作る仕事です。例えば指輪、リング、ネックレス、ブレスレット、いろんなものを作ります。以前ハワイに行った時にジュエリーショップなどに行った時にすごく素敵だなと思って、ちょっと真似てみたいなと思って、そういう思ったことがきっかけですね。もともとハワイだけではないんですが、海外のすごく綺麗な海に憧れてた部分があって、でハワイに行ったわけですが、まあその時にやっぱりハワイの天気、街、人、なんか全てがすごく素敵だなと思って、それからハワイに惹かれましたね。きっかけは今宇和島でハワイの文化を広めようとしている、鈴木みゆきさんという方から誘われて、一緒に音楽やらないっていう話を持ちかけられて、まあ自分には趣味がなかったもので、音楽も好きだし始めてみようかなと思ったのがきっかけですね。たくさんの人の前で弾くとすごく緊張しますけど、楽しいですね。ウクレレは手軽なものなので、すぐそばに置いといて、ちょっとストレスを感じた時にポロポロっと弾いて、ストレス解消になってとてもいいですね。愛媛丸の事故がきっかけで姉妹都市という形になったのですが、まあその事故も風化させないためにというためにも、これからも友好関係を築いていけたらいいんじゃないかなと思います。宇和島でも今ハワイの文化がどんどん入ってきて、フラの人口もちょっとずつ増えてきています。もっともっとお互いが近くなれるようになればいいんじゃないかなと思います。アロハの意味、みんな友達だよ、家族だよ、仲良くね、みんなっていう意味ですね。